アメリカ政府は中共の知的財産の投与の対処に取り組んでいます。一方、中共は台湾に目を向け人材を引き抜き企業秘密を盗んでいることが台湾当局の発表で明らかになりました。台湾側は今反撃に出ています。台湾の司法院管轄の調査局の発表によると先週、同調査局は 中国企業8社の60人近くが調査を受けていると報告しました。同調査局は、中共政権は台湾で活動する中国企業や研究所を隠れ蓑のにして、台湾の先端技術を盗み、台湾のハイテク産業の人材を引き抜いていると指摘しています。昨年は26件の事例が発生し、台湾は70億ドル、約828兆円以上の損失をこむりました。 関連ケースとして中国の半導体メーカーであるビットメインは台湾に会社を設立し、わずか3年の間に台湾から数百人のエンジニアを引き抜きました。そしてその技術を中国に送り、台湾の国家安全保障に打撃を与えています。知的財産の投与に対抗するため、台湾当局は中国本土からの投資家の数を厳しく規制する法律を起草しました。 台湾国家政策研究財団の軍事専門家である李聖衆氏は、中共は台湾やアメリカの技術にすぐには追いつけないことを知っているので、その差を縮めるために彼らから盗んでいると指摘しています。 中国共産党はハイテク産業の産業機密をめぐって実は西側諸国に深く支配されています中国は少なくとも現段階では台湾や欧米の技術のペースについていけないことを知っていますだからこの方法で技術格差を縮めようと考えているのですでは台湾と中国の技術格差はどれほどあるのでしょうか 台湾は TSMC などのおかげで半導体製造の最先端を言っており、世界最大のマイクロチップ受託製造企業になっています。また、世界最先端の半導体の大半を台湾が製造しています。一方、メイドインチャイナのチップは品質が低く、最先端のものではありません。今年の時点で、 中国はまだ相当な数の高価値のロジックチップを設計または製造していません。NTD ジャパンがお伝えしました。